皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は鶏肉に飽きた方必見のおすすめの筋肉食材ベスト3と高タンパク質の食材を選ぶ時のポイントについて簡単にお話ししていきたいなと思います。筋トレされてる方あるあるかなと思うんですが、日頃の食事鶏肉が多くなってませんか？まあ、大前提としてタンパク質っていうのはいろんな食材を組み合わせてタンパク質を摂るっていうのが望ましいです。体作りの面でもそうですし、健康管理の面でもいろんな食材を組み合わせてタンパク質を補うっていうのが一番望ましいので、動物性の食品、お肉とかお魚と植物性の食品、お豆からできているような食品を組み合わせてバランスよく摂っていただくのが大前提としてお勧めしたいポイントになります。まず一つ目が低価格であるっていうところ、手軽に購入できるっていうところがポイントかなというふうに思っています。普通の食事しているだけでも1日3回毎日欠かさず行うものですので、低価格で良質な栄養が摂ることができるっていうのがまず第一のポイント。鶏肉はやっぱり価格が安いので手軽に手に入るんですけども、まあ、それ以外に挙げるとするならば卵だったりとか納豆とか豆腐、100円以下で手に入る食材もたくさんありますので、そういった食材もうまく使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。2つ目なんですけれども、低脂質の食材を選ぶのがおすすめです。高タンパク質の食材をたくさん摂ろうと思うと脂質を多く含んでる食材が多いのでカロリーオーバーになってしまいがちっていう傾向にあります。そういった点でタンパク質源として摂る食材はなるべく脂質の低いものを選んでいただきたいのと、脂質っていうのは摂った食べ物の消化吸収を緩やかにする働きをするものなので、脂質の少ないものをなるべく選んでいただくのがおすすめです。それで言うとおすすめしたいのが豚肉のヒレ肉、赤身のマグロ、白身のタラとかそういったものもおすすめです。選ぶポイントの3つ目が調理いらずで食べることができるっていうのもポイントになってくるかなと思います。朝のタイミングとかトレーニングの後とか速やかにこう栄養補給したいタイミングって忙しい毎日の中でそういうシーンがあるかなと思うんですけども、そういう時にいかにこう手軽に良質な栄養が摂れるかっていうのも重要になってくるので、調理いらずっていうのもポイントかなと私自身は思っています。まあ、それで言うと調理が不要な納豆とか豆腐は加熱の調理とかも必要なくてそのまま食べることができるので、そういった食材に当てはまるかなと思っています。3つのポイントを踏まえた上で管理栄養士の私がおすすめしたい筋肉食材ベスト3をご紹介したいと思います。第3位は豚のヒレ肉です。これは比較的そう価格も安いっていうのとタンパク質も豊富だし、脂質も少ない、その上でビタミン B 群を豊富に含んでいるっていうところがポイントになってくるかなと思っています。タンパク質ってタンパク質だけ摂っていても存分に発揮することができなくて、消化したり代謝する上でビタミンが必要になってくるので、ビタミン群を豊富に含んでいるっていうところがポイントとして考えた上で豚のヒレ肉を3位に入れさせていただきました。第2位は赤身のマグロです。まあ、マグロも、いろんな部位がある中でも選んでいただきたいのは赤身の部分で、脂質が少ないっていうのと高タンパクであるっていうところがまずポイントですね。そして季節を通じて比較的買いやすい、あと何より美味しいっていうところ、栄養面でいうとビタミン B6 っていうビタミンを豊富に含んでいます。ビタミン B6 はタンパク質の代謝に関与するビタミンなので、摂ったタンパク質を効率よく体内で利用する上で鍵になってくるビタミンになります。ビーレジェンドプロテインにもプラスアルファで配合しているぐらいの重要なビタミンなので、ビタミン B6 が豊富に含んでいるっていうところが、ポイントでマグロの赤身を2位に選ばせていただきました。そしておすすめの筋肉食材第1位は納豆です。1位納豆かよって思ってしまうかもしれないんですけれども、お話ししたポイントを全て踏まえた上で全部に当てはまるのが納豆だったので、価格も本当に安いですし低脂質で何より調理が不要っていうところ、お茶のご飯にパッてかけるだけでもしっかりタンパク質が摂ることができるっていう手軽さ、いろいろ加味した上で1位が納豆になりました。納豆は1パック食べていただくとタンパク質
パク質が 8g ぐらい摂ることができます。なので、まあ、普段の食事に1パックプラスしていただくだけでも必要なタンパク質を補うことができるので、使いやすさも幅が広いっていうところをいろいろ考えた上で納豆を1位に選びました。実際私も毎朝納豆ご飯を食べています。毎日鶏肉ばっかりで飽きちゃったなっていう方とか、いろんな食材組み合わせて食事も楽しみたいなっていう方、ぜひ参考になったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。